サンジャベーゼがイタリアワインの歴史を語る、気絶するほどに美しく、もう大満足のワインとね。毎度ワイン三昧竹前です。今回のテーマはサンジャベーゼ。サンジャベーゼとはイタリアを代表する赤ワイン用ブドウ品種なんですが、赤ワイン用ブドウ品種というと、こうワインをお好きで飲む方でも重めの赤ワインになるカベルネソービニオンや軽めの赤ワインのピノノワールがあまりにもね有名すぎちゃって、サンジャベーゼまでは分かんないなっていう方がね多いと思うんですよ私。でサンジャベーゼから作られるワインは軽めのライトの赤ワインから重めのフルボディの赤ワインまでと、本当に幅広いワインができるので、一言でサンジャベーゼってこんな品種だねとはね掴みにくいのが事実です。しかしワインの醸造において歴史に名を残したイタリア人のジャコモ・タキスは、フランスにカベルネがあるようにイタリアにはサンジャベーゼがある、ワイン大国であるフランスとイタリアのワインの歴史はこの2つの品種が全てを語ると、はい、語っています。つまりね、サンジャベーゼを深く理解し知ることはワインをもっと好きになる、楽しめるようになる第一歩だと私は思っているので、この動画を通してサンジャベーゼの素晴らしい個性を一緒に学びましょう。ということで今回は1、サンジャベーゼってどんな品種、歴史、概要について、2、サンジャベーゼからできるワインの特徴について、3、サンジャベーゼに合うお料理、最後に私がおすすめするサンジャベーゼのワインを、まあ、2本お話ししたいと思います。はい、まずサンジャベーゼはイタリアで一番多く栽培されている赤ワイン用ブドウ品種です。で、私もね、イタリアの赤といったらサンジャベーゼとね一番最初に思い浮かびますね。またイタリアには土着品種という、いわばイタリアオリジナルのブドウがね数千種とある中で、サンジャベーゼは南北アメリカ大陸やアルゼンチン、オーストラリアなどでも栽培されており、こうイタリア起源のブドウ品種の中では唯一国際的な品種ってね、そんな感じでその名をね世界に知らしめています。では次に、サンジャベーゼがイタリアワインの歴史を語るとのことですので、サンジャベーゼの歴史を見ていきましょう。サンジャベーゼはなんと古代ローマ時代から栽培されていた品種です。で、品種名の由来はローマ神話に登場する気象を司る神ジュピターの血をね意味するサングエディジョベ、聞いたことないから発音が合ってるかわかんないんですけど、まあ、この言葉から由来されていて、古代ローマのエリトルリア人にも馴染みのある歴史深い品種ですね。なんだかすごい威厳を感じません？エリートルリア人ね。はい、じゃあサンジャベーゼはイタリア20州のうち16州で栽培されており、国内でね一番多く栽培されている赤ワイン用ブドウ品種ですが、その中でサンジャベーゼの栽培が特に盛んなのがトスカーナ州です。で、トスカーナ州は赤ワインの生産量が 89% とね、とっても多いんですよ。その中でブルネロティ・モンタルチーノやキャンティクラシコが有名で、中でも格付け最高位 DOCG となる高品質なワインはほとんどがサンジャベーゼ主体です。で、 DOCG のブルネロティ・モンタルチーノというワインはサンジャベーゼを 100% 使用していますし、あとキャンティはサンジャベーゼの 70%、 キャンティクラシコでは 80% 以上サンジャベーゼを使用しなくてはいけないよっていう決まりがあるぐらいですから、サンジャベーゼを語るならこれらのワインは絶対に外せません。ちなみにキャンティについてはキャンティ徹底解説にてお話ししていますので、詳細はこちらでご確認くださいね。はい、ではここからは品種の特徴を見ていきましょう。まずサンジャベーゼの特徴の一つは突然変異をしやすいブドウなんですよ。そのためサンジャベーゼのクローンがたくさんあります。その数35種もあると言われていますが、まあ、大きく2つに枝分かれしていて、それはサンジャベーゼピッコロとサンジャベーゼグロッソでこう分かれているんですね。サンジャベーゼピッコロは広範囲で生産されているのに対して、サンジャベーゼグロッソは狭い範囲で高品質なワインを作ります。先ほどちらっとお話ししましたブルネローティーモンタルチーナはこちらのサンジャベーゼグロッソで作られていますね。そしてサンジャベーゼは花粉が、ね、薄いものが多くって、秋に降雨が多い場所では腐敗しやすい特徴があります。そんな中、粘土石灰質の土壌は最適で、イタリアではトスカーナ州を中心としたイタリア半島中部で主に栽培されますが、この辺りは東西の幅が狭い上に真ん中にデンってアペニン山脈が貫いていて、地形は海から平野、あと丘陵地帯、山岳地帯とね変化するため、ブドウ畑を取り巻く環境も多彩なんですよ。で、皆さんね、イタリア人って言うとみんな陽気で細かいことは気にしないぜ、イエーイサルーみたいなね、そんなイメージを持っている人が多いと思いますが、ワイン作りにおいては食品気質の方が多くって、栽培方法もねそれぞれの場所で多彩だし、それぞれの地方が独自の栽培文化を持ってこだわり抜いたワイン作りを行うために、同じサンジャベーゼを使ったワインでもスタイルや味は産地によって異なるんですね。
なので例えばサンタレーゼピッコロから作られる手頃な価格のキャンティとかは色合いも明るいルビー色でスミレの花やチェリーのフレッシュな香りがして果実味と酸味が豊富なワインとなります。一方でブルネードディモンタルチーノのように黒みがかった黒い赤色でプラムのような香りがして濃厚でタンニンが豊富なワインも生まれるっていうことですね。ブルネードディモンタルチーノ私も大好きです。また比較的新しいスタイルであるスーパータスカンと言われるワインを作る生産者はサンジェベーゼとフランス系の国際ブドウ品種をブレンドしてより濃厚で凝縮感のある現代的思考に合ったワインに仕上げられることもあります。まあ、細かくね説明してきましたけどサンジェベーゼピッコロだからうーんかんぬんとかね特にそこまで気にする必要ないので私が思うねサンジェベーゼの大まかな全体的な特徴をお伝えするとはっきりとした酸が立ち黒イチジクやプルーンなどの黒系果実とドライハーブやオリーブのスパイス系あとはコーヒー、ココアなどを感じることができます。多彩ですね。でまた瓶に詰めてから熟成が他のブドウに比べてね結構割と早く進んでいくんですよ。だから少し前のヴィンテージになると紅茶や土、杉のニュアンスも感じます。で私的には特にこの紅茶っていうのが、まあ、まさにぴったりなんじゃないかなって思ってます。はい、ではそんなサンジェベーゼに合わせるお料理はどんなものがいいのかお話ししていこうと思います。しっかりとした酸というのがサンジェベーゼの特徴でしたね。で言わずもがなですがイタリア料理とのペアリングは本当に最高です。で軽めのサンジェベーゼでしたらミートソースパスタとかラグーソースパスタあとトマトを使用したもうありとあらゆる料理や生ハムやチーズやオリーブが入ったサラダなどの前菜だってバッチリですね。で重めのサンジェベーゼでしたら赤身肉や羊のステーキなんかもグッドです。でスパイスとしてねハーブソルトなんか使用したらさらにいいと思います。あとカルボナーラもいいと思うしトスカーナ州特産品の羊乳チーズペコリのトスカーノとかもね非常に合うのでぜひ合わせてもらいたいです。チーズは成長してたくさん売ってるからゲットしてみてくださいね。はい、では皆さんお待ちかね最後におすすめのサンジェベーゼワイン2本紹介したいと思います。はい、1本目、レ・ポタッツィーネ・ブルネ・ロディ・モンタルチーノ2015年ヴィンテージ、お値段約1万2000円ぐらいです。うどんはサンジェベーゼグロッソ 100%。 こちらはレ・ポタッツィーネという生産者でイタリアワイン好きさんから教えていただいたワインなんですけど世界で一番有名なワイン評論家ロバート・パーカー率いるワイン・アドボゲイト氏から97点、もう一つのワイン評価誌ビノス氏からも97点を叩き出しているワインですね。すごい。でビノス氏からはヴィンテージ土地品種の個性をもう最高の精度で表現する洗練されたブルネードとかあと気絶するほどに美しくもう大満足なワインとね大絶賛されてます。ただ小規模の生産者なので結構、ね、今なかなかニッチなお話をしてる今回紹介してるわけなんですけど、まあ、こちらのレ・ポタッチーネ・ブルネ・ロディ・モンタルチーノの印象としてはブラックチェリーやフランボワーズ、スミレ、バラの香りがしましたが最初は結構お人よしな感じで後からどんどん開いてってスパイシーさや紅茶、土、杉の複雑なニュアンスが出てきました。スズメのイラストも可愛らしいですね。はい、では2本目、ビラカファッチョキャンティクラシコ、お値段約2840円、ブドウはサンジェベーゼ 100%。 こちらはなんと2014年に日本のノーベル賞晩餐会で提供されて話題になった1本なんです。でビラカファッチョは1408年から記録が残る、ね、歴史的なキャンティ南部のファンサーの地区で栽培している老舗ワイナリーなんです。で伝統的な製法と近代設備を絶妙に取り合わせる高い技術でワイン作りが行われてます。ちなみに2010年のノーベル賞って言ったら、ね、日本人3人受賞と話題になった年です。でこのビラカワッチョのキャンティクラシコ2011年が鹿肉のローストと一緒に提供されました。でこちらなんというか紳士的な最初硬い感じだったかな、なんかレムシ側のようなニュアンスとかが目立ったんですけどだんだんとねブラックチェリープラムそんでオラズベリーチェリーと黒系果実から赤系果実にどんどん可愛らしく変化していくといったねあの一本のキャンティ何度も違う味を楽しめるキャンティクラシコでした。ぜひ飲んでいただきたい一本です。はい、ということでサンジェベーゼは1000円程度でスーパーで購入できるものから高級レストランのメニューにオンリストされてるとってもね幅広いワインができるブドウ品種なんですよ。一言にサンジェベーゼといってもいろんな個性がありますからぜひ皆さんいろんなサンジェベーゼをねトライしてほしいし、あと美味しいって思うものがあったら写真をね積極的に撮ってほしいです。なんてかっていうとイタリアってワイン名長かったりとかキャンティとかキャンティクラシコもねいっぱいあるんですよ、いろんな種類が。で忘れちゃうから美味しいって思ったものがあったらぜひ写真を撮ってください。ということでサンジェベーゼについてよくわかったよって思ってくださった方は高評価とコメントをお願いします。あと私をもっと見ていたいなって思った方はチャンネル登録と LINE の登録もお願いします。
じゃあではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ブルネ、ロティ、モンタルチーノやキャンティ、キャンティクラシコが有名で、中でも格付け最高位 DOCG、デノナッチョーネートオリジネコントレーラタガラルティータ。わかんだからやっぱカット。